い、皆さんこんにちは、サルです。今日はカトラリー収納ポーチの続編を撮りました。撮る予定はなかったんですが、まあ、やっぱねペグケースとして使ってみたり、あとちょっとね動画の最初にあったような感じでネームタグのところにね加工をしてみたら、まあ、面白かったので、ちょっと多くの人にねご紹介できたらなと思って動画にしてみましたので公開します。まずねペグケース、これ前回はねカトラリーを入れてたんですけど、まあ、もともとペグケースとして使いたかったので入れてみました。ただねペグがですね、私メインはジュラルミンのペグ使うんですけど、今全部庭でですね使ってるものですから、ちょっとこのね部屋にあった鋳造のペグ、金鉄とかステンレスですね、ああいうやつで入れてみてます。こんな感じでね全部きれいに収まりまして、こういう割とねやっぱ硬い生地なので、硬いっていうか頑丈な生地なので、これでねしまっとけば、例えばテントケースにねテントの袋に一緒にギュッと押し込んでおいても、なんかペグでねテントを傷めたりすることがなさそうなので、これいいなと思いました。鋳造で重たいペグばっかりなんですけど、まあ振ってもね上や下からこう出てくることがないので、やっぱいいですね。この飛び出し防止カバーもついてますし、丸めるとそれなりにコンパクトですし、言うことないなという感じです。はい、ペグの長さはね最大でセリアの 20.5 センチぐらいなんですけどね、まあそれぐらいが限界なので、それ以上長いペグはね入らないっていうのはね一応注意事項です。はい、こんだけ重たくてもねちゃんと立つこともできますね。スタンドとして、まあ、ペグのスタンドは使うんですかね、あんまり使わないでしょうけどね、どうで、まあ、便利かもしれないですね。ペグをねちょっと抜いてどんどん刺していくときなんかにね立てといたら取り出しやすいのでいいかもしれません。はい、でここからはねネームタグにちょっとね刻印を入れたので、その時の様子もまあ公開してみます。合皮なんでちょっとね水が最初染み込みにくいんですけど、まあ、こんな風にですね、まあ、ハケとかで、まあ、ぬるま湯とかをね塗ってやるとですね、自然にねこう水を吸い込んで、皮の部分がね柔らかくなってきます。これ合皮なので正確には皮ではないんですけどね、まあ、こういうものは大体できますね、経験上。はい、でこうやって塗っとくと、もうどうでしょうね、5分ぐらいでね結構染み込むんです。気長にこう塗ってるとですね、でこうもう染み込んだらねあとは十分なので、これケーキスタンプですね、セリアで買ってきました。これに、まあ、自分の好きな文字を適当に入れて、もう私の場合庭キャンパーですので、ガーデンキャンパーと入れてみましたけど、これでねギュッと押さえるんです。実際ね、10分ぐらい押さえておいたらもう結構片付くんですけどね、ちょっと今日はね長めにこの F 型クランプを使って、朝仕事に行く前からねやって、帰ってきて夕方外してみました。さあどうでしょう、まあ、長い時間やってるのでねその分くっきりとついてるんじゃないかなと期待しつつ、さあどうでしょう、おいいですね。もうねこれね消えないんですね。はい、やったことあるとはある方わかると思うんですけどね、とっても楽しいので皆さんもどうでしょうか。今回もご視聴ありがとうございました。